僧侶の使命はお経をあげることもなんですが、本当の使命は皆様が幸せを感じ心豊かに生きていただくようにお釈迦様の教えをお伝えすることが僧侶の使命です。ですが今その使命を果たすのにお話ができるのはお葬式でお通夜の席だけになってしまいました。お葬式が通夜葬儀はなく一日葬もなく直葬ばかりになってしまいました。これでは僧侶の使命を果たすことはできません。どうしたらいいか深く深く考えました。皆様の意見も聞きました。ありました。荼毘に付す間、荼毘とは遺体を焼く間のことです。1時間半ほどかかります。その間にお釈迦様の教えを伝えることができました。そうしますと皆さん本当に喜んでいただきました。それが完結葬を始めたきっかけです。経済的な負担、心の負担が最も少ないのに最もいい弔いができるのが完結葬です。先ほどお話ししました荼毘の間の1時間半、皆さん話を聞いてくれます。そして法話が終わりましても質問の嵐です。皆さん納得していただいてます。泣いていただいてます。笑っていただいてます。感謝していただきました。完結葬は今まで失われていた僧侶と遺族の方の触れ合いがあります。これが本当の弔いだと私は思っております。式中初七日、式中四十九日が当たり前のようになってきました。これはとてもおかしいことです。お経の中に十王経というお経がございます。その中で人が死ぬと7日ごとに審判、裁判がございます。そしてこのシャバ世界に残されたものは亡くなった方が少しでも良い世界に行けるようにと7日ごとにお願いするのが7日7日のお参りなんです。四十九日、これは閻魔大王様が最後に、お前はこんな時悪いことをしたから地獄へ行きなさい、お前はこんな時にこんなこともしたけどももう一度人間をやり直しなさい、お前はこんな時にこんないいことをしてるやないか、それじゃあ極楽浄土へ行きなさいと裁判をするのが四十九日満中院なんです。その時に合わせて私たちがどうか閻魔様いい世界へ行けるようにとお祈りするのが七七のお参りなんですよ。ですから焼く前に式中初7日、式中四十九日、これはもってのほかです。皆さんその辺よく分かってください。完結葬では宗派を問いません。仏教の目的、それは悟りを開いて仏になることです。よく成仏なる仏と言いますね、書きますね。その成仏、悟りを開いて仏になるというのが富士山の頂上と考えてみてください。そうしますと山梨県側から上がるルート、静岡県から上がるルート、吉田から上がる、身延山から越えて上がるルート、いろんな登り口があると思います。その一つ一つが宗派なんです。でも仏教では最終目標が成仏する仏になることなんです。ですからどんな登り口をどんな宗派で登ってきても一つ仏になることが目標ですから宗派は問いません。本当の供養は何だと思います？それは豪華な豪華なお葬儀をする、大きなお墓を建てる、大きな仏壇を買う、そんなことではありません。本当の供養というのは、例えばあなたが死んだ時、お子様が無理をして隠語をつけたり豪華なお葬儀をして、あなたはそれでも喜びますか？そうではないと思います。本当の供養は残された人たちが心豊かに幸せを感じる生活を見せてくれるのが本当の供養だと思います。ですから立派な葬儀いりません。心のこもった完結葬で私は十分だと思います。皆さん完結葬をご検討ください。